私は現在日本を良くしたいという思いのもとに自分の足を使って日本各地や世界各国を飛び歩きリアルな情報をたくさん収集していますそして今年からそうやって私が集めた情報を無料で公開するコミュニティを作りました LINE アッに是非今回登録をしていただいて一緒にコミュニティのメンバーになっていただきながら意識改革を起こしていきましょうあなたのご参加をお待ちしています CJS をご覧の皆様、ま、こんにちは神谷宗平です。本日もじっくり学ぼう当選教お送りしていきたいと思います。講師は山田先生です。山田先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回ですね、あのうブスな神、ブスな神をですね、えー、一つ中心に置きながら日本人の死生観についてということで、えー、非常に。 壮大でもすごく私は腑に落ちる話を聞かせていただいたんですけども、この当選挙というのは本当にですね、いろんなことが書いてあって、姿、ね、生観の話だと思ったらまた今度は孫子の話を戻ってくるということで、でねはい、今日は第十三章のところですね。はい、はいえー、お話聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。第十三章ね、まあ恐れと覚悟ということについて書かれているんですが、えー、まああのー、教えあのそのものは非常に短いんです。読んでみましょう。 孫子編恐れの字を免れざるな編要するに十三編からなる孫子の兵法も結局は敵を恐れる考えから免れることができないと言ってるんですはい、はい、深いですねなんかまあ孫子三篇編と言ってるんですから、はい、孫子の全体構成についてですねちょっと説明しましょう、はい、大きく分けるとですね孫子兵法というのは4つに区分できます、うん えー、つまり第1編から第3編では戦略的な判断について述べて、はい、第4編から第6編では戦いの原理原則について述べ、第7編から第20編では勝つための戦術・戦法について述べ、13編、えー、ではです、ね、情報暴略、つまりスパイの用運用法について述べているんです。はい 1> 第1編死刑はですねこれ戦争するかしないかの戦略的判断について述べたものです。うん、これは前回ね分かったの教えていただきます。すはい、まず、まあ、初めに情報入手してですね、うん、敵と我の戦力を比較して戦争をして敵を屈服させるか負ける戦争をしないか、うん、ね、いずれかを決定します。そして死刑はですね、まあ、まさに孫子兵法の対抗というべきもので,でこれを受けて第2編。 作戦と第3編「暴行」では戦争を構成する戦いと攻略について述べています、はい、でここでは敵と我の戦力差に応じて戦わずに敵を屈すると、まあ、戦って勝つ2段階の目標を設置する、はい、ね目標ですよ2段階の目標、うんえー、そして戦って勝つためにはまず戦場で我に有利な形成を体制を形成し 兵の勢い,と勢いを増してです、ね、これによって虚と実を制するまさにこれが戦いの原理原則で,、はい、でこれを理解しなければなりませんでそこで第4編「軍渓」第5編「平成」第6編「虚実」というのがあるんですねでこれらは主に我を知ることにまあ役に立ちますでこのの個編の内容は 孫子兵法の中心上なし、ある意味最も重要な部分なんですね。さあ、そして、我の実力を知って初めて敵との戦いが可能になります。戦いは敵に応じて変化に富み、さまざまな行動が求められるので、勝つための戦術、戦法を考察します。えー、そこで、第7編、軍曹、第8編、九編、第9編、行軍がこれに続くわけです。 敵を知るのに役立つわけですけどね。はい、たださらに地を知り天を知ることがなければ必ず勝つとは限りません。うん、そこで第十十篇に地形、うん、第十一編丘地、第十二編格好というのがまあこれ続くわけですね。うん、はい。で地形や人という空間的な条件とおおまあ、つまり地ですね。それとまあここでいう天というのは、うん、日 意地やですねそれから気象といった時間的条件時間によって絶えず変化する、はい、まあこれ天なの、うん、でこの地と天が戦術戦法に及ぼす影響を論じているわけですねでこのように死刑からその戦いに勝つまで、まあ、知るということなくしてはですね全てが成り立ちませんね、うんはい、でそれゆえ情報というものが戦争の要であり全軍の行動を可能にするわけですか そこで最後の羊羹、つまりスパイの運用法というのを持って、この最後の13編としてるわけです。はい。ま、こういう構成、非常に優れた書物。 うん、戦いの書としてては優れてます、うん、で情報の観点から言えば死刑とこの要怪の2つの辺はですね我を知り敵を知り地を知り天を知るということの大きな考量なわけですね考量、うん、<領>はい最初と最後にそれがまとまったわけですねそして戦争軍争から火口までの6つのねえー、辺を読めばいつどこでどのような情報が必要になるかというのはある程度見えてくるわけです、はい、まあ勉強すればですね、うん でまあ、これ、まあ、どこでどのような情報が必要かというのは、まあ、軍事的には情報要求というんですが、はい、この情報要求が判断できるようになることがいっぱい書いていますこ,こ,、はい、でこうした孫子の、まあ、記述体系を、まあ、蛇に例えればですね羊羹と死刑と陽漢が、まあ、頭と首です、はいね、あ首とごめんなさい首と尾っぽです、はい、でそれ以外の辺が胴体,胴体と。 これら全編が有機的に連携してですね、えー、関連していることから、えー、孫子を全て収穫すればですね、まあ、卒然のような勢いが身につくっていうことですね、まあ、卒然というのはこの十一編の窮地に出てくるヘビですね定山という山に住んでいるヘビで、まあ、このヘビは頭を打てば尻尾が反撃し。うん えー、おおっぽを打てば頭が反撃し、その腹を打てば頭と尾が同時に反撃していくるぞというこういう蛇のことを書いてあるじゃん,ん,ん,、うん。まあまさにこの孫子の兵法というのが定山の蛇のような作りでね,ね。まあこういう非常に優れた十三篇なんですね。はい、はい、はい。漏れなく論じている大変に優れたね、えー、非常に戦いに、えー、方というものを。 ねえー、についての大変優れた兵法書です、はい、で日本においても武士の基本的な教養書とされてきました、うん、しかしながらこの「当選教」はこの孫子兵法の本質が敵を恐れる弱兵集団で戦うことを前提として書かれているということを見事に看破しているわけです、はい、でそれが孫子第十一編九地にあるです、ね、次のような記述から実は明らかなんですねよく読めばどういうことが書いてあるか読んでみましょう 敵国に攻め入る方法とは深く入れば兵士の心は一つになり必死の覚悟ができるので意気盛んになるが自国で待ち受ける側の兵士は心が一つにまとまらないのでそれに対抗できない。ちょっと略します兵を用いるには我が兵をどこにも行き場のないところに置けばたとえ死んでも敗れて逃げることがない。 死を逃れられないとすればどうして兵士らは力を尽くして戦わないことがあろうか。兵士は敵地に深く入ってしまえば必死の覚悟ができて恐怖心がなくなり敵国ゆえに行き場がなくなれば心が散り乱れることもなく周りはすべて敵であることから皆の心も一致団結し他にはなすすべもないので必死になって で戦うこのようになればその兵士らは大将の戒めを待たずして自らを戒め大将が求めることは兵士自らこれを実行しいさかいを禁ずる役をなさなくても親しみ合い法令により罰せずともよく大将の命令に従うのである大将は流言費用を禁じて兵士の不安を除去することで余計なことを思わせないようにする。 大将が新たに軍令を出して必死の戦を示した日すでに戦死を覚悟している兵士らは皆感激して伏せ座っている者は涙で襟を濡らし横に伏せている者は涙が顎まで流れているこれらの兵士たちを他に行き場のないところに投じれば皆戦所や総会のように勇敢になるのである。 兵を用いるには、我が兵をどこにも行き場のないところにたとえ死んでも逃れて逃げることが、後悔だった、まあ、その次のです、ね、死を逃れられないとすればどうして兵士らは力を尽くして戦わないことがあろうかと、てあ根本的な考え方なんですね。要するに敵を恐れ死を恐れる兵士でもです、ね、こうして逃げ場のない死に投じてしまえば必死になり、うん それゆえ、勇敢に戦うって言ってるんですね、うん。まさに。排水の陣っていう方法は出てくるわけです,、ねまあ、ですね。孫子が書かれた春秋時代のみならずですよ。うんうん、いつの時代でも一般的な。支那の軍隊がこれなんです、ね。そうですね。はい。うんうん、で、これとは全く対照的なことが。日本の兵法書。楠木流兵法書に書いてありますので、紹介しましょう。え、はい、これは楠木流兵法書。えー、火曜兵庫の記憶。 これまでに礼が正しくなされて人がこれに服従しなかったことはなく服従して豪気になれば人は常に死を恐れない兵自ら進んで死んでゆくようであれば戦は必ず勝つこのようにして我が兵士全員が道義に準ずる時は貧しく卑しい身分であっても天地の中で何ら恥じるところがなく たとえわずかな兵力であっても、大敵を恐れることもない。まあ、このように書いてあるわけです、ね。はい。ね。ええー、これら二つの記述を比較しますと。うん。ね、われ日本人の祖先が、まあ、いかに。まあ、勇猛果敢であったのかということが、実によくわかります、ね。わかりますね。はい。はい。まあ。もう一つですね。はい、中朝事実ですね。山鹿祖。はい。はい。中朝事実の武徳省でですね。次のようなことを書いてあります。 あ,あ我が国の文物は少しも信濃に劣るところがないその部位に至っては全く信濃の及ぶところではないそれゆえに信濃、えー、の解剖といえばただ和光だけを対象としているのである、うん、和光とは何かそれは 西国の偏民でかの国を略奪するものすなわち海賊をいうのであって官兵が侵攻するのではないそれでも肝を潰し震え上がっていることはあの様である明の大祖は三度も使いを我が国によこして な金塊を荒らすことを禁じてもらいたいと恋しきりによしみを治めようとしてきたついには祖訓の中に和を断つという一箇条を明記したほどであるこれは我が国の異部の余風を恐れたからである まあこのように書いてあるわけですね、うん、まあこれを見てもですね我が国の武徳というものがいかに昔からです信、ね、濃、はい、を恐れさせていたのかうん、うん、これもはっきり明らかになるんですねそういうことを昔の人でもきちんと見抜いていたい、はいね、そうではなく、うん、その逆に信濃さんの何もかも信濃から学ぶべきだという人に分かれた、うんはい、ということなるほど。 まあ他の番組でやったんですけどナショナリストとグローバリストみたいなものですね、はい、まあただですね、うん、優れた武人はちゃんと見抜いていたという、はい、武人以外の人がそうでなかったと言った方がいいかもしれないですね、うん、だから山笠子というのはまさに、えー、これは兵法に関しても江戸時代で最高の兵法家ですから僕たちはそ、い、こ、はい、先生を超える兵法家は江戸時代にはいなかったと思っああそういうふうにそこまで兵法を学び尽くし 次に、えー、古典の儒教も学びですね。うん、しかも、えー、儒教も原典を読むわけです、ね。はい、あの老子、創始にしてもですね。はい、それから仏教、神道まで幅広くすべて学んだ結論として山賀祖光が晩年終了時事でこう書かれてるってますね。うんはい これだから野木真典先生もあの将軍を呼ばれて昭和天皇に渡されたというエピソードがあるぐらいそんな書物ですからねだからそれはもうずっと近代に至るまで日本人の一つの考え方としてあったと、はい、からそれからするとまあそれは実は当選距離にもつながる考え方、はい、つまり平安時代からもうそれがあってそれが孫子の兵法というものはまあそもそもこういうもんだよと今日のお話あったようなことをですねまあ,ある程度こう見抜いていたというそういうお話を今日聞けたのかと。 いうふうに思っておりますはいどうもありがとうございました